デジタルムーバー P503i ハイパーは、松下通信工業製の NTT ドコモの第二、世代携帯電話端末である。Kai503i と共に、i アプリ対応第一弾として発売された。松下の 50X シリーズとしては、初のカラー液キを搭載。着信メロディは、PCM 音源16和音対応になった。 アイアプリの保存件数は7件と最大50件保存できる、回 503i と比べると少ない。赤外線通信機能、IR キスにより、ARMC に準拠した機器と電話帳、スケジュール、フリーメモ、メールのやり取りができる。P503i 同士であれば、個人情報メモ、自作曲、待ち受け画像、ブックマークの送受信もできる。内蔵ゲームとして、 ダンスダンスレボリューション、テトリス、モグラーを、また本格的な自作着信メロディが作れるサウンドミキサー機能も搭載する。松下の 50X シリーズでは最後のストレート型となった。本機種は不具合が相次いだ。2001年2月8日にはウェブブラウザの画面サイズに合わせて画像を縮小表示するに関しての不具合がドコモから発表された。 ある条件下で作成されたサイトにアクセスすると電源が落ちアドレスデータのほか、保存してある iApp アアやメール、iMelody などが削除される場合があった。このためドコモが販売された23万台を回収し販売を一時見合わせた。また同年4月2日には特定の条件下で iApp アアがダウンロードできない不具合が i イモード向けサービスを提供しているギガフロップスが主催する i イアプリ開発者向けメーリングリストジャバハスで報告された。さらに同年7月10日には同一基地局下で一定時間が経過すると着信できる状態と着信できない状態に一定間隔で切り替わるという不具合が分かった。 充電器を接続している場合は回避される問題で特定の機体番号を持つもののみ発生していた。ドコモは同年7月に販売を一時見合わせた。ありがとうございます。